して改めて触ってみると、てゃー、その感触って気持ちいいな。桃のからも材料が取れるのね。むしろ取れないものって存在するのかしら。遺跡探索で何度も見てるからかな。昔より慣れてきてるかも。なんだろうこれ。これは鎧かな。そうですね、間違いなく鎧ですね。パティ、わかるの？父の影響で見慣れているんです。この鎧は格の高い騎士が着るものみたいですね。そこまで分かっちゃうんだ。でもどうしてそんなものがここに？それは分かりませんけど。もしかして騎士が関わるような場所だったんじゃないかな。ほら、ここって聖堂っぽい感じがするし、聖堂騎士みたいなのがいたとか。なるほど、確かにそれはありそうですね。だとしたら、こんな風になる前はとっても綺麗なところだったんだろうね。皆さん、敵襲です。そこだ、よっと、はぁ、そこ、そこよっと、はぁ、はぁ、届いて。ライザさん、お願いします。連続よ、そこそこ、私が切ります。僕が行く。そこだ、よっと、はぁ、そこ、ケーカー、連続よ、そこだ、よっと、はぁ、よー、一気に行くよ。楽勝楽勝。さあ早く進もう。ちょっとは強くなれたのかな。もっともっと強くなるぞ。実戦で得た経験無駄にはしないわ。てやー、虫を。近づけないで。音を聞くとゾッとするんです。平気です、これくらいモテますから。
のまま使うと毒なものもあるらしいけど、これもそうなのかしら。取れた。これ小さな石とかも混ざってるけど、いいのかしら。他の残されてた思念と違うみたい。この遺跡のことがいろいろ流れ込んでくる。ライザ、大丈夫？ちょっとぼーっとしちゃってた。それよりこれのおかげでこの遺跡のことが少しだけ分かったよ。あっちこっちにある鐘、あれはとっても重要なものみたいなんだ。中でもこの壊れてる大金は特別なものだと思う。具体的にはわからないけど、金なんだし鳴らしてみたら何か起きるかも。そんないい加減な罠とかだったらどうするんですか。それにこの金、舌の部分が壊れちゃってるから鳴らせそうにないですよ。あらら、でもここだけ直せば音を鳴らせるかも。気になるのはわかるけど、今鳴らしたって意味ないんじゃないかな。それもそっか。でもちょっと気になるな。ちょっとで何か分かりそうなんだけどな。抽象的な情報ばっかりなのかな。
ってる薬苦いんだよな。てや錬金術で味も変えてもらえるかな。届いて。そこ。入ったのは嬉しいけど、また考えるのが大変だな。よいしょ。やはり届いて。食材は新鮮なのが一番ね。街の外にはほとんど出なかったから新鮮な気持ちになるわ。あ、これなら大丈夫そうだ。そこ。届いて。あ、そこだ。よっと。あっ、出た。連続よ。届いて。そこだ。よっと。あっ、そこ。そこ。そこだ。よっと。届いて。あっ、するから少し多めに取っておこうかな。
です。そこだよっ、はあ、全員から連続よ。やっ、そこだよっ、届いて、はあ、ライザー任せた。そこだ、連続よ、届いて、走れ炎よ。よっ、はあ、そこ連続よ、届いて、そこだ、そこ、ライザー任せた。お願いします。そこ、そこだ、連続よ、まだまだ、そこ、そこだよっ、はあ、よっ、せーから連続よ、どうだ、そこだよっ、はあ、よっ、じゃあライザさん、お願いします。そこだ、そこ、よっ、はあ、よっ、届いて、さあ、始めるよ。一気に行くよ。私たちの勝ちだね。てやただの石ってこれでいいのかしら。そもそもただの石ってどういう石なの。てやみんな気をつけて。そこだよっ、と、はあ、せーから連続よ。そこ、やっ、そこだよっ、届いて、はあ、せーから連続よ。任せた。そこ、そこだよっ、と、はあ、やっ、走れ炎よ。そこだよっ、と、はあ、そこ、やっ、せーから届いて、連続よ。そこだよっ、と、ライザさん、お願いします。私が切ります。そこだよっ、届いて、はあ、よっ、楽勝楽勝。さあ早く進もう。ちょっとは強くなれたのか。もっともっと強くなるぞ。実戦で得た経験無駄にはしないわ。やった、手がかり発見。えい、石だってやり方次第で立派な素材になるのよね。これを使えば大金を鳴らす舌が作れるかも。本当に鳴らすの？何が起こるかわからないんだろう。そうなんだけど、この先に進むための鍵になってるとか、鳴らした方がいい気がするんだ。タオさん、どう思います？まあライザが言うなら信じていいのかも。いずれにしても先に進むためには一度手がかりを整理した方が良さそうだ。
そうだね。少しまとめてみましょう。あとどれくらいあるんだろう。てや！敵だ！気をつけて。そこだ！よっ！はぁ！せーた！連続よ！そこ！やっ！はぁ！そこだ！届いて！はぁ！せーた！任せた！よ！そこ！そこだ！よっ！はぁ！はぁ！はぁ！走れ！炎よ！そこだ！よっ！せーた！よろいて！特訓のせいだ！まだいける！動きを合わせて！楽勝楽勝。さあ早く進もう。たくさん集めればきっと遺跡の謎も。あれ行き止まり？変だな、まだ奥があるはずなのに。もしない。この奥にある建物みたいなのが気になるんだけどな、一度戻ろうか。だね。残念だけど。ふいふい。お、どうしたのフィー。もしかして奥にある建物が気になるの？遺跡と何かしらの関係があるフィーがこんなに反応してるってことは、やっぱりあの建物には何かあるってことなのかも。そうじゃなくてもフィーがこんな必死に訴えかけてきてるんだもの。このまま帰ったりなんてできないよね。だね。よし、もう一度あの奥に見える建物に行く方法を探してみよう。鳴らしても何も起きないし、不吉だな。死者の国とかできれば行きたくないし。私が知ってる。なるほど、こういうことね。これでちゃんとつながるかな。これって鐘を鳴らせば先に進めるってことかな。推理開始。これの情報は、意識を移せ、遠くを見通せ、魔法みたいな。怖いこと考える人もいたんだな。これの情報、死を超える。死を乗り越えるならどういう意味かわかるんだけど、
これはないかな。ちょっと考えてみよう。これの情報は永遠の命をくれるって本当かな。これの情報は何か書いてあるみたいだけど、人の名前かな。あんなに綺麗な花だもの、きっとなってるはずだよ。推理開始。これの情報は違うかな。違うかな。私が知ってるのはこれは違うかな。違うかな。違うかな。推理開始。私が知ってるのはノートの補充はできてる。今日もたくさん調べるぞ。ねえ、どこに行くのさ。よどうかな。何作っちゃおうかな。入れる場所は、
ちゃおうかな。入れる場所は、どこに入れようかな。いろいろやってみたいな。お、いい感じかも。何入れよっかな。入れてから考えるのもありかな。お、いい感じかも。お、いい感じかも。何入れよっかな。何入れよっかな。さあ、何を入れよう。何をしようか悩んじゃうね。どれにしようかな。さあ、何を入れよう。お、いい感じかも。こんな感じかな。いい感じ。さすが私。入れる場所は、すごいのできちゃうかも。すごいのできちゃうかも。すごいのできちゃうかも。何をしようか悩んじゃうな。よし、完成。これであの大きな鐘を鳴らすことができるはず。どんな音がするのか楽しみだな。どこに行きますか。ここくらいなら平気じゃないか。なんだか胸がドキドキする。冒険ってこういうものなのね。音がするのかな。あの、そんなの鳴らしたら魔物は呼び寄せちゃうんじゃないですか。大丈夫、そうなったらその時考えるから。それじゃ鳴らすよ。
だね。でも何も起きてないのかな。ほらね、なんともないじゃん。怖がりすぎだよ。ライザさんが警戒心なさすぎなんです。まさか鎧が動くなんて思いも。来てくれれば手が届く。もう少しだよ、頑張って、フィパティ。パティ、大丈夫？どこか怪我はない？パティ、大丈夫？頑張ったね。パティ、大丈夫？しっかりして、パティ。私、崖から落ちて。ごめんなさい、フィー。私のためにこんな無茶をさせて。パティが無事だったのは良かったけど、にしても驚いたよ。まさかあんなに小さなフィーが体を張って助けてくれるなんて。きっと思ったんじゃないかな。無茶をしてでも助けたい、大
切なお友達だってね。リー、ありがとね。パティを助けてくれて。鐘の音で変化が起きたのってこの鎧たちだけなのかな。どういうこと？あんな遺跡中に響き渡るような音だったんだよ。鎧以外変化なしなんて考えられないよ。もしかして本当の変化はもっと奥で起きていて、この鎧は門番みたいなものだったんじゃないかな。考えてても答えなんて出ないよ。冒険なんだから自分で見て回らなくちゃ。そうだね。うん、その方が早いや。パティ、動けそうかい？そろそろ移動しようと思うんだけど。はい。ご心配をおかけしました。もう大丈夫です。それじゃ先に進もう。平気じゃないかな。どうか怖いことだけは起こりませんように。扉が開いてる。さっきまであんなしっかり閉じてたのに。これってもしかして本当に鐘を鳴らしたのが鍵になったってこと？ふっふん。ライザさんじゃなくてフィート羅針盤のおかげじゃないんですか？あ、言われてみれば確かに。まあ、何にしても道が開けたんだ。先に進んでみよう。敵だ！気をつけて。正解！連続よ！やっ！そこだ！叩いて！よっ！はぁ！連続よ。ライザー任せた。そこだよっ。そこよっ。届いた。連続よ。そこそこよっ。はっ。遅い。そこよっ。そこだ届いた。はっ。正解。連続よ。そこそこだよっ。はぁ、あ、何を使おうか。一気に行くよ。はよっ。そこはっ。届いてまだまだ正解。連続よ。どうだ。任せた。まだまだ。そこだ。
美味しそうな食材が手に入った。届いて。少しもらっても大丈夫かな。すごい、こんなところがあったん。ティア、僕も鍛えたからこれくらいなら平気さ。までのとは全然違うわ。こいつもしかしてさっきの奴らの親玉かも。なんだか知らないけど、こうなっちゃったらやることは一つしかないでしょ。こいつをやっつけるよ。気をつけて、かなりの強敵です。連続よ。そこよっ、そこやっ、届いて、
そこ、カイザー、任せた。そこだ、よっ、はぁ、そこ、やっ、はぁ、届いて、よっ、はぁ、カイザーさん、お願いします。私が切ります。そこ、そこだ、よっ、はぁ、届いて、一気に行くよ。クライザさん、お願いします。そこだ、よっ、そこ、はぁ、届いて、まだまだ、そこだ、よっ、はぁ、正解、連続よ、そこだ、届いて、はぁ、まだまだ、炎よ。うい、先に進もうか。ちょっと強くなれたのかな。もっともっと強くなるぞ。実戦で得た経験無駄にはしないわ。パティ、大丈夫？ごめんなさい。すぐに落ち着きますから。タオ、何か分かった？いや、この鎧からは何も分からないよ。中身があるわけでもないし。本当にただの鎧が騎士みたいに私たちに襲いかかってきたってわけね。うん。いや、待てよ。もしかしてここは空剣島の周辺にあった遺跡と違ってまだ生きてるような気がするんだ。遺跡が生きてる？大抵の場合、遺跡っていうのは過去の遺物になり果てているものなんだ。財宝なんかはとっくに盗掘されてなくなってるから、当時のものなんか残っているわけがない。そこにこういう場所があったということを示しているだけなんだけど、ここはそんな遺跡と違って当時のものが全部じゃないにしろ残ってる気がするんだ。そうかな。私には普通の遺跡と変わらないように思えるけど。そんなことないよ。例えばこの鎧騎士なんかがまさにそれだし。多分だけどさ、こいつは何かの門番とかそういう役目があったんだと思う。それが残っているということは、まだここは遺跡になりきっていない、今も生きている建物ってことなんじゃないかな。なるほどね。私たちより前に誰かが倒してたらもうここには出てこなかったはずだもんね。つまり鎧騎士以外の罠もまだまだたくさん残ってるかもしれないね。あまり人の手が入ってる場所じゃなさそうだし、作動せずに今も獲物を待ち続けてる可能性は。怖いこと言わないでよ。けど慎重に行動した方がいいのは間違いなさそうね。
パティ、もう大丈夫なの？はい、ご心配をおかけしました。大丈夫です。先へ進みましょう。この手がかりからどんなことがわかるかな。一度分かったことを整理して。みんな気をつけて。せーさー、連続よ。やっ、はっ、そだ。よっ、はっ。せーさー、そこだ。そこ、はっ。ライザー、任せた。ライザー、お願いします。炎よ。はっ、よっ、はっ、やっ、はっ、届いて。せーから連続よ。そこ、そこだ。よっ、はっ、はっ、そこ、私が切ります。そこだ。よっ、そこ、はっ、せーから連続よ。ライザ、あれ見て。あんなやつ見たことないけど。あの、この遺跡ってずっと閉ざされていたんですよね。なのにどうして魔物がいるんですか？どこかに入り口があるのかもしれないよ。もしくはこの中でずっと生きてたとか。ちょ、やめてよライザ、さらっと怖いこと言うのは。そんなことって、やっぱり戦うんですよね。向こうが見逃してくれなそうだし、そうなるだろうね。勝てるんでしょうか。大丈夫、心配いらないよ。私たちならなんとかなる。うん、わからないけどなんとかしなくちゃね。来るよ、パティ構えて。締めていかなくちゃ。はぁ、せーから連続よ。リザ、そこだ。よっ、はぁ、届いて。せーから任せた。連続よ。そこだ。よっ、はぁ、僕が行く。そこ、そこだ。よっ、はぁ、
さあ始めるよ。戦況を変えるよ。そこだ。よっ、しまった。届いて。連続よ。そこだ。よっ、そこ、そこ、やっ、届いて。そこだ。よっ、まだまだ。よっ、連続よ。どうだ。そこ、そこだ。よっ、そこ、そこ、やっ、届いて。ライザー、任せた。まだまだ。そこだ。よっ、そこ、よっ、どうだ。そこ、そこ、やっ、そこだ。よっ、僕が行く。ライザさん、お願いします。よっ、はぁ、そこ、はぁ、届いて。連続よ。どうだ、まだ。そこだ。よっ、はぁ、はぁ、よっ、やぁ、そこだ。はい、僕が行く。さあ、始めるよ。戦況を変えるよ。そこだ。よっ、届いて。まだまだ。そこだ。よっ、そこ、やっ、届いて。そこだ。よっ、まだまだ。連続よ。どうだ。そこ、ライザさん、お願いします。そこだ。よっ、そこ、やっ、私が切ります。走れ、炎よ。そこだ。よっ、そこ、よっ、行くぞ。連続よ。どうだ。まだまだ。そこだ。よっ、そこ、よっ、行け。どいて。そこ、やっ、そこだ。うん、悪いな。嘘、こんなところって。